どうもー、よなおしでーす。前回のパートでスカルプトモードの使い方について勉強しました。で、そのスカルプトモードでどんどん作業していった結果、頂点数がどんどん増えていって非常に重たいデータとなってしまいました。で、今回はその重たくなりすぎてしまったデータをどうやって軽量化しようかという話をしていきたいなと思ってます。ちょっとこれを見てほしいんですが、ここにスカルプトで削り出したようなY の字が見えていますよね。世直しの Y、ライトを回転させて光の方向を変えてみると、こんな風に影の出る方向が、変わっていきます。まあ、あたかもね、ここにスカルプトで削ったハイポリのメッシュが置いてあるかのように見えるんですが、これちょっと回転させて横から見ようとすると、ほら、まっ平らなメッシュなんですよね。エディットモードで確認してみると、バーテックス、頂点の数が4、フェースの数が1というわけで、これ本当にまっ平らなただの板ポリなんですよ。じゃあこの Y の字どうやって浮かび上がらせてるのっていう疑問なんですが、答えから言ってしまうと、ノーマルマップというテクスチャーを使っています。色を表すテクスチャーではないですよ。色はねデフォルトのまま、白くなっています。そうではなくて、各ピクセルごとの方線の方向を格納したのが、ノーマルマップと呼ばれるテクスチャーになります。まあ、見た目はこんな感じになってます。各ピクセルごとの方線ベクトルの XYZ をそのまま RGB の値に格納したテクスチャーになってます。このノーマルマップを使うとどういうことができるかというと、各ピクセルごとの方線の方向が変わることによって、光を反射する方向を変えることができます。なのでこんな風にY の字を浮かび上がらせることができます。で、そのノーマルマップどうやって作るかっていう話なんですが、ここにスカルプトで作った Y の文字が実際にこう浮き出た、ハイポリのメッシュがあるんですね。で、このハイポリのメッシュとさっきのまっ平らな板ポリ、このね、方線の、差分をノーマルマップに焼き付けるんですね。で、その焼き付ける作業をベイクというふうに呼ぶんですが、今日の動画ではそのベイクをする作業の一連の流れを、全て紹介していきます。はい、それじゃあスカルプトでハイポリを作るところから見ていきましょう。デフォルトのキューブを削除してプレーンを追加します。で、名前なんですが、これ削ってハイポリにするのでハイとつけておきましょう。で、スカルプトモードに入ります。で、シンメトライズを、オフにします。で、ダイナミックトポロジーのチェックを入れてオンにしましょう。で、ここスムーズ、シェーディングというところにチェックを入れておくと、削るときにそこをスムージングしてくれるので、綺麗に見えます。筆のブラシの強さは、まあ、1にしておきましょう。ブラシのサイズはまあ40くらいかな。はい。で、ここに Y の字を書いていきます。まあ、皆さん、それぞれお好きな文字を書いてみてください。これで、スカルプトは完了。今作ったハイポリはこのボタンで一旦非表示にしてローポリを作ります。プレーンを追加。プレーンの名前はローにしときましょう。で、ローポリ用のオブジェクトを追加したら、必ずこの UV エディティングで
UV 展開されてるかどうかっていうのをチェックしてみてください。 UV マップが設定されてないと、どこにどういう風に焼き付けるかっていうことが認識できないので、ベークすることができません。まあ、これ、今新しく追加したプレーンはデフォルトでちゃんとに UV 展開されてますね。でそのベイクするときって自動的に新規にテクスチャーを作ってくれるわけじゃなくて、どのテクスチャーに焼き込むのかっていうのをこちらから指定しなければいけません。で指定する方法なんですが、シェーディングタブに行って、今追加したローポリにマテリアルを割り当てます。ニューボタンで、ここで、シフト A で、イメージテクスチャーを追加します。でこの今追加したイメージテクスチャーノードのところで、新しくテクスチャーを生成します。まあ、名前は何でもいいんですが、ノーマルとしておきます。まあ、サイズはこのままでいいかな。でアルファのところ、ノーマルマップはアルファないのでチェック外してください。これで OK をしましょう。んでね、ここ、ノーマルマップはカラーデータではないので、ノンカラーデータというところを選びます。はい、これで、どのテクスチャーに焼き込むのかっていう、指定が、まあ、これで終わりました。ハイポリの表示をオンにして、ここレンダーというタブをクリックします。レンダリングエンジン、これがデフォルトでは EV になってるんですが、サイクルズに変更します。で一番下のところにベイクという項目があるので、これを開きます。でベイクタイプ、これをねノーマルを選択します。でこのセレクティッドトゥアクティブという項目があるので、ここを開いて、まずチェックを入れてください。でレイディスタンスというところがあって、最初デフォルトでは0メートルになってます。これ何かっていうと、どれくらいの高さまで、ベイクするかっていう設定です。で、こう横から見て確認していただきたいんですが、はい、こうマス目を数えてみると、これ、ハイポリの方ちょっと10センチを超えて、13センチくらいのところが、一番てっぺんになってますね。このね、だから13センチっていう、値を入れると正しくベークできます。ただね、まあ、ちょっと最初はわざと、5センチくらいで入力しておきましょうか。そしてハイポリ、シフトを押しながらローポリの順番で、オブジェクトを選択します。これ、順番間違わないでくださいね。そしてベイクボタンを押します。はい、これで、ベイクが終わりました。見た目確認してみましょう。はい、こんな感じで、焼けてます。でそうするとね、こういう風に、真ん中のこう 高くなった部分、ここ平らになってしまってるでしょ。これね、さっきの、レイディスタンスの数値が足りなかったからなんですね。これを、まあ13センチの最大の高さのところを指定するようにします。13センチ。はい、これでもう一回ベイクしてみましょう。はい、ベイク終わったので見た目確認してみると、今度は正しく、ベイクできてますね。はい、ベイクが終わったので、
先ほどのシェーディングのタブに移ってマテリアルの設定の続きをやっていきましょう。はい、先ほどベークしたノーマルマップのテクスチャーのノード、これをねノーマルマップというノードがあるのでこれにつなぎます。でこの出力をプリンシプルド BSDF のノーマル、ここに接続します。はい、これでマテリアルの設定は完了です。レイアウトタブに戻って、ハイポリを非表示にします。レンダリングエンジンを EV にまた戻します。で見た目を、ルックデブかレンダードに、切り替えるとこんな風にベイクした通りの見た目になります。これがね、ノーマルのベイクの一連の作業になります。手順が多くて慣れるまではまあややこしいんですが、まあ頑張ってください。抜けがあるとねベイクボタンを押した時にエラーが出るんですよ。なのでそういう時は、ローポリの方にちゃんと UV マップが用意されているか、それから、マテリアルがちゃんと設定されているか、あとはテクスチャーを新しく作るときにアルファのチェックを外しているかとか、あとはレイディスタンスの設定がちゃんと合っているかとかっていう、まあ、今日紹介したものすべて一個一個抜けがないかチェックしていってみてください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。コメント、高評価、チャンネル登録お待ちしております。ジャスティース。Potato chips.